第25空挺旅団、シュバルツバルトは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第1空挺師団霊下にあって、旅団司令部を、カルフに置き、旅団霊下部隊は、シュバルツバルト一帯に駐屯していた。1957年5月に、エスリンゲン二艇 A 級空挺戦闘軍が編成され、1958年9月に、ジークマリンゲンへ移駐する。 1959年に第25高架量兵旅団に改編され、第1空挺師団霊下に置かれる。陸軍第1次編成の配備概念では、第25高架量兵旅団と第26高架量兵旅団は、空間的に近接した配備を意味しており、1961年6月に旅団司令部をカルフに移中しのちに、霊下部隊は、シュバルツバルトのナーゴルトに移駐する。 さらに、第255空挺砲兵大隊が後続し、1959年3月から1961年10月まで、グローセンクシュティンゲンに駐屯した。その後カルフに移駐し、そして1970年4月に、第81山岳砲兵大隊に改編され、旅団霊下から外れる。1971年7月に、旅団は、 第25空挺旅団に改称する。陸軍第2次編成で第256補給大隊が編成され、1971年10月に解体され、カルフにて第250空挺補給中隊に再編成される。さらに旅団は1982年4月に平時規定に従い陸軍第4次編成で第250空挺工兵中隊を解体し、 平時では、軍団工兵大隊が連続した。しかし、1982年7月1日に、第240軽工兵大隊第3中隊の、自認を母隊に、新、第250空艇工兵中隊が再編成され、パッサウに駐屯する。しかし、公式部隊編成では平時には、第240軽工兵大隊の霊下に残った。 1990年3月19日に第250空挺工兵中隊は再び第25旅団霊下に置かれる。1993年3月1日には第250空挺工兵中隊はナーゴルトに移駐している。1990年時点では旅団霊下部隊は以下の通りであった。1989年8月24日に陸軍総監。 ヘニンク・フォン・オンドラッザ陸軍中将によって愛称シュバルツ・バルトを授与される。陸軍第5次編成では第283空挺対戦車防御大隊が旅団励化に収まる。1996年9月に旅団は解体される。国外任務では1991年にクルド援助作戦のため軍団励化部隊の将兵500人がイラクに入国する。 1994年に第25空挺旅団はボスニアで実行されたプロバイドプロミス作戦の人道援助活動を支援するためアメリカ合衆国空軍が作戦のため利用するラインマイン空軍基地に部隊を展開し海部隊として加入した区分辞任は実務で作戦を支えた。これら二つの国際的人道活動は旅団史の最後を飾った。 ありがとうございます。